佐藤美希荒和子です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。皆さん久しぶりにやってきました、ミケイラのアニマルカフェ田んぼということで、こんな駅の、裏路地のところでやっと来ましたよ、アニマルカフェということで、今日はちょっとこっち歩きながら、今日はなんとミーアキャット、ミーアキャットに触れるよ。うち一回来たことあるんだけど、ここマジで可愛すぎたから、今日2回目田んぼをしたいと思います。雨が降っておりますけれども、そんなことは気にしません。寒いよ。もうミーアキャットといえば、夏ちこんにゃーままでいきばばはくなまたたいい響きさ、ハクナモタタとレッドイットビート、ナンクルナイサーとケセラセラ、全部同じ意味なので、やっぱね、世の中なんとかなるってことです。マジで駅から超近いから、ミヤキャットカフェマジ最高。やばい、ちょっと雨降ってるから急ごう。あれ、どこだっけ。あ、もうここら辺にあるはずなんだけど、どうしよう。え、マジでやばい、迷子。一旦切ります。ありました、発見。駅から超近いミーアキャット、行ってきた。え、マジでここ超可愛いんだよ。ミーアキャットってさ、触れることなかなかないから、マジで嬉しい。しかも今日は貸し切りです。ネックレスを外します。うわ、可愛い。こんな鼻垂れてない状態初めて見た。はい、お願いします。ですね、お時間60分でお間違いないです。はい、ありがとうございます。で、みえちゃんたちですね、結構やんちゃなので、肩乗っかってきたりとか背面乗っかってきたりするんですけども、はい、スタッフの方で下ろしますので、乗っかってきた際ですね、声かけの方お願いいたします。出して大丈夫ですか。はい、お願いします。やばい、来た、やばい、来た、来たぞ。わー、いやー、もうすでに、うわ、来たよ。お願いします。やばい、どんどん来てる。やばい、いやー、あ、ダメダメよ、もうやばい、来てる来てる来てるよ。あ、あ、やばい、ホリホリされてる。あ、やばい、かわいい。この子一番来るな、かわいい。まだ名前とかないの。子はコンブって名前です。え、コンブちゃん、おいしい、コンブちゃん、コンブちゃん。みんな、おのおののおもちゃ出す。なにこれ。あ、ちょ、今日脱線やめてもらっていいですか。前回行った時に、ポケットが大量についたズボンで行ったら、みんなにホリホリされたんで、今日ポケットが多いズボンできたら、みんなにホリホリ。あ、あ、やばい、なんでこれ。やばい、もうみんなこのレインボーにやられてる。ほら、魅惑のレインボーよ、レインボー。月に変わってお仕置きしちゃうよ。あ、来た、コンブ、かわいい。あ、ダメよ、コンブ、コンブジャンプしないよ。コンブ悪い子。ちっちゃ。コンブミルクティー狙ってんでしょ。ダメだよ。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、コンブも来た、コンブも。あ、かわいい。あ、立つんじゃない、これ立つんじゃない。もう膝の上が天国マーケット。あ、こんにちは。ピノが来た、ピノ。ピノちゃん一番ファンが多い。ピノちゃんにホリホリされてる。コンブちゃんもすぐもらわれちゃいそう。そうですね、コンブ。ダメ、コンブ行かないで。あ、ホリホリされてる。うちのリップがホリホリされてる。ちょっと、それ、私のリップなんですけど。みんな食べてください。ヒルバームです。おー、みんな来てるよ。で、手のひらにあげてる。美味しそう。いきます。ほら。
一瞬追加のミルワーム行きたいと思います。いきます、えい、お、コンプ食べれてる、あー、砂漠のギャングって呼ばれてたギャング、コンプのあんな顔見たことない。いきますよ、ほら、この中に巻いてあげると勝手に食べてくれる、膝の上で焼いていただきます。意外と気づいてないみんな。大丈夫？どうした？昆布すごいな、神経結構ずぶったい。昆布ちゃんこんなど真ん中で。あと人気のバコの子で。え？ごま塩って名前なんです。え？あ、かわいい。ごま塩ちゃん人気なの。歯とかもまだちっちゃいです。あら！何この歯？あ。やばい、大乱闘大乱闘、昆布はほんとマイペースだね。昆布は壁のはもうもらわれちゃった子たち、こっち側にいる子たちがもううまくいきまって、あ、今お家にいる子たちです、もううまくい決まってる子がこっちにいるんだ、そう、お姉さんも飼ってるんですけど、私も飼ってます、ここからお迎えしたんだ、ここじゃないんですけど、うちの私の昆布がこんなところにいる、大丈夫昆布、あ、どうしました、どうしました、昆布が埋もれちゃいました、下の方は人気です、団子になってるんですけど、あ、そうなんだ、一番下が一番苦しそうなんですけど一番人気です、え、昆布やるな、もう団子になっちゃいました、ミヤ団子完成。ポテトチップスの中大人気の、本物が見えた、なーてこんにゃーまわりババーン、あ、やべ、口の中が悪い、思ったより来る、いない、今思ってたのと違う、思ってたのちょっとサムネ取れないんだけど、するとこだった、過呼吸、マジでやばい、お土産でこのキーホルダーいただきました。こんな可愛いことある、もう次来た時コンベちゃんいなくなってるんだろうな、みんなにもらわれて、マジでミヤキャットマジ可愛い、やっぱ砂漠のギャングだけあるからね、おもちゃで遊んでる時、遊んでない時はおもちゃで風切るのいいって感じなんだけど、おもちゃ出した瞬間そのギャップもまたハオです、また行きたいな、私のアニマルカフェ探訪最新でした。じゃあね、チャンネル登録よろしく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 。